全然眠れない。ちょっと充電します。コノボさん、ハートアイコンありがとうございます。お久しぶりですね。わかんないけどそう、おはようです。朝からメイクして、髪はただアイロンかけただけだけど。そう、ラベさんファイトありがとうございます。そう、8時半ぐらいに起きたんですよ。で、朝ごはんゆっくりして、朝ごはん食べて、顔とか洗って、いい、そうですね、メイクして髪してナウスタバナウ、朝からおしゃれーん、シャンティー。フジタンさん、ハートありがとうございます。おじさん、どうもありがとうございます。ああ、吉成鈴木さん、ハートありがとうございます。フジタンさん、ハート500個ありがとうございます。やばい、今日めっちゃ目むくんでるさ。しかもオレンジのアイシャドウだから、もっとむくんでる。久しぶりにメイクした、めっちゃ久しぶり、先週ぶりぐらい。ジェシネル鈴木さん、ハート役ありがとうございます。だからさ、ちょっとメイクの仕方はちょい忘れつつあったけど、無事完成した。だけどアイラインうまくいかなかったですね。マジカルバナナちゃんさん、バラありがとうございます。おじさん、おんぱありがとうございます。台湾のプミさん、ハートありがとうございます。今日めっちゃ鳥取県さ、雨降ってる。いや、そんな雨降ってないけど、朝起きたらめっちゃ落としたけど、今日やばいんだけど、ふくらはぎめっちゃ痛い。朝起きたらもう歩けないぐらい痛かった。朝です。ルカさん、ハートありがとうございます。結構ストレッチしたんですね。私絶対駅伝の日は夜ストレッチをするんだけど、ダメだった。おじさん、祭りでありがとうございます。ルカさん、ハート1個ありがとうございます。しました、マッサージで。このリップお世話になってる。めっちゃ汚いんだけど、そう、めっちゃお世話になった。いつ買った？一番最近だけど、結構前に買ったリップでござる。古川さん、ハタックありがとうございますって言ったか、すいません。おはようございます。皆さん、どうですか？いい朝ですか？ほら、もうなんかすごいちっちゃくなってない？最初に比べると。こんな感じの可愛いリップでございます。これめっちゃ使いやすい。キネッチさん、ハートありがとうございます。今日もこのリップなんだけど、使いやすい。オレンジだからいい感じですね。あ、そう、めみさん、朝からびっくりしたことがあってさ、今はわかんないけど、デイリーランキング3位でびっくりしたんだけど、ありがとうございます。デイリーランキングって何ですか？ちょっと未だにね、755を使い切れてないんですよ。やじさん、ひまわりありがとうございます。びっくりした。え？と思って、え？バグってないと思ったもん。だってびっくりした。デイリーランキングを教えてくださると嬉しい。ね。そう、びっくりしたんですよ。嬉しい。
教えてください、デイリーランキングの意味。その日の順位的な、そういうことね。びっくりした。あ、メール来た。そう、びっくりした。前髪がうまくいかない。ありがとうございます。皆さん教えてください。見て、前髪がめっちゃ伸びたんです。減らしてた部分が少なくなったよね。これぐらい、めっちゃ多かったってことじゃん。のりぴーさんかわいい、ありがとうございます。ね、びっくりした。髪はね、別に切りたくないけど、そうなんですよ。あ、そういうことか。なるほど。ええ、そうなんだ。ヘッドリ先生さんだるまありがとうございます。ああ、食べた朝ごはん。ちょっと本当にね、気に食わない、この前髪どうにかしたい。私の前髪これだけやばくない？なんかちょっと少なくしたからね。なんだけど、あとでこれをちょっと巻くとなのかなと思ってるけど、そんなことはないかな。なんか友達が巻いてるんですよ。巻き髪をしてて、いつもこうやってた。藤田さん、クマありがとうございます。イエーイ。ハーさん、ハートありがとうございます。そしたらちょっと巻けるらしい。後で直そうっと。ハーさん、ハートありがとうございます。ナナのおじさん、いつもありがとうございます。なんか今日のメイク気に食わなさすぎて、たわしさん、ハートありがとうございます。おじさん、ありがとうございます。高速はね、そんな気がしない。なんかヒューかお前にしなきゃいけないみたいな聞いたことあるけど。林さん、ハートありがとうございます。そう、そこまで全然髪とかは特に何も言われない。あつさん、かわいい、ありがとうございます。そう、水冷たい。そう、厳しいらしいですね。聞いたことある、結構厳しいって。部活とかも特に何も言われない。髪を下ろしてても何も言われないし、うん、前髪もね、何にも言われないから、そんな厳しくない。厳しくないな。静かの学校に比べると全然かなと思う。
アッキーさんかわいい、ありがとうございますね。福井はね厳しいらしいですよね。すごい、だってお前だってすごいね。ミミ、お前にする勇気なんてない。ホウさんハート500個ありがとうございます。アッキーさんハートありがとうございます。そう、え、あった、うん、アホ毛がね角度的にはね見えるんだよ。タメさんハート500個ありがとうございます。あ、そうそうだそうだ、今日の配信で、昨日の配信で言いたかったんだけど、アッキーさんハート500個ありがとうございます。スカートの長さは、うん、まあ厳しいのかな。でも短すぎたら怒られる。言いたかったんだけど、そう、755でネミルームっていうハッシュタグをしてくださって、そしたら見るのでぜひ皆さん、拍手もするのでぜひ皆さんネミルームで755でハッシュタグよろしくお願いします。してくださると嬉しいです。そう、え、すごい、そう、あ、755ですね、755で普通にデミルームってハッシュタグをつけてくださったら、はい、そうです。すごい元気な声、アッキーさんハートありがとうございます。そう、755でレミルームってハッシュタグしてくださったらね、拍手と見るの、ね、見させていただきます。そう、自分のルームでですね、はい。え、15分経ってない、まだか、何時か、そろそろか、そろそろですね。前髪を気に食わない、いや、レミルームはホワイトボードがない、書くものがない。ハッシュタグレミはひらがなで、ルームは小文字の英語ですね。はい、マジカナバナちゃんさんのこちらでございます。ひなの、ひや、ひらなりさん、ひまわりありがとうございます。そう、ハッシュタグレミルームってしてくださると、はい、嬉しいでございます。はい、よいしょ、あ、主役中じゃん、めっちゃ恥ずかしい。そうですね、はい、こんな感じで、これをずっと言いたかったんですよ。いや、小文字ですね。あ、カベシャありがとうございます。そう、顔パンパンなんですよ、あの時すっごいパンパン。なんか幼く見えません？すごい幼く見える。気のせいかな、幼く見えるんだが私には。あ、やばい、間違えた間違えた。15分経ちました。ではそろそろでね、幼いよね。今よりなんか幼く見えません？あ、137日ありがとうございます。髪の換気とかもあるのかな。そう、ポニーをしたんですよ、今回は。じゃあ、あの星のイヤリングかわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今帰ってきた。ありがとうございます。後で拍手をさせていただきます。
型、そう髪型はポニーなんです。久しぶりにさ今日ゆっくり寝たんですよ。部活も土日は部活ないから、久しぶりにいつも5時半とかだったから久しぶりにたくさん寝れて嬉しかったです。おじさんおっぱありがとうございます。焼き鳥先生さんかわいい、かわいい、ありがとうございます。古川さんハートたくさんありがとうございます。そう土日はね部活も駅伝もないですね。特には特には日本語おかしい。寝ました。でも今日は準備、古川さんハートが5個ありがとうございます。そう月曜日も祝日なんです。じゃあそろそろ時間もいい感じなので、ランキングを読みたいと思います。13位ケイさんありがとうございます。12位台湾のポミさんありがとうございます。11位フルカットマーク横なるおしれめぐみれみたん生写真予約したよ大好きさんありがとうございます。10位マジカナバナジアットマークレミグミさんありがとうございます。9位吉野鈴木さんありがとうございます。8位ホーさんありがとうございます。7位キネッチさんありがとうございます。6位アッキーアットマークレミグミユーカリンユーカリーさんありがとうございます。5位焼き鳥先生さんありがとうございます。4位ターシャットマークアルコさんありがとうございます。3位ラーウェイアットマークレミグミさんありがとうございます。2位オチアットマークレミグミ楽しみ副部長さんありがとうございます。1位フジタンアットマーク毎日配信お疲れみてさ今日も癒されみてそうさんありがとうございます。さあラッキーレミ。44位左内輪さんありがとうございます。多分合ってる。22位ほうこエイトの日頑張ってアットマーク香港チームエイトさんありがとうございます。じゃあラストです。96位プロタン星人さんありがとうございます。イエーイ皆さん今日もありがとうございます。スクショ、あ足がつる痛い。ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。じゃあエイトの日楽しみましょう。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、また後で。バイバーイ、またね、バイバーイ。